これはねもうまっすぐでドライバーで全然 OK です。はい、でも右側に打ってしまうと、まあ、OB もあるけどセカンドが全くグリーン狙えなくなっちゃうので、はい、左のバンカーの右端ぐらいがベストですね。はい、普通にナイスショットすれば左のバンカーはケノちゃんだと超えてくるけどね。はい、うん、ちょっとだけ目線を右下に置いたまま、ちょっとこう右サイド出すぎるから右下に置いたままちょっと振ってごらん。そう、オッケーオッケー、多分バンカーを越えていくと思う。あ、入ったかな、ちょっと微妙だね。でもああいうこういうのは結構出る、すごい出ます、出るよね。ドロー回転がきついよね。きついですね、うん、これも向井さん右は絶対ダメ、はい、左で、左、はい、右のフェアウェイだったら左のラフの方がいいぐらいです。ちょっとアドレス良くなったんじゃないの？ナイス。うん、ちょっと和式便所から、かっこよく和式便所からさ、ちょっとさこうさバレリーナになってたよね。ごめん。この間のショットもそうですよね。こうやって後ろの構えしてる人が多くて。でもね、本当にね、自分の中ではね、この仙骨っていうこの骨を一番こう下から遠いところに構えるもんなんですよ、ゴルフって。でこうした方がどうしても安心しちゃうんですね。安定が感じられちゃうんだけど、そうそう、こうやってつもりないんだけどね。うん、でも変なの結構してます。ね、はい、もうなんていうかな、本当にこうやって今日の一発目とかは、ま、絶対こうなんか前傾が全くない感じなんですよ。だから本当にね、今日の朝一のここバックスイングの位置とこのぐらい高さが違う。自分ではあんまり上げてる意識なくても前傾が深く入るだけで。腕ってこう高く上がってくるから、まあ、こう構えるその基準っていうのをね、自分なりにちゃんとねラウンドしながらでも疲れてくると無意識にこうまた押し押してくるからね。でこれはプロでももうお尻押してきたなと思うと突然左引っかかったりとか、もうそういえばもう打つ前からうわやばいっていうのは分かるぐらい、やっぱりこうプロでもアドレスって崩れてくるから、そうですね、疲れてくるとやっぱこう落ちちゃいます。そうで、多分まあ日頃こうデスクワークが多分多いんですか？そんなことない。そうでもないですね。動いてることが多い。だったらその歩いてる時からやっぱもう少しこう、はい、そうこう姿勢を良くした方がいい。歩いてる時からちょっとこう、はい、うん、ゴルフはやっぱりこう歩くスポーツだから、歩いてる時からやっぱりこう特にこの腸腰筋っていうここをね伸ばしながら歩く癖をつけてた方がいいです。ここからがね。まあでももう結局もう普段当たってないんだったら大胆に変えた方がいいよ。大胆に、確かに、うん、間違いない。相当なんかこうゴリラになった気持ちで構えてね。はい、そう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 。はい、そうです。OK。いいですいいです。もう本当こういう感覚ね。そうそうそう。OK OK OK OK。あとは自分のクラブが見えるまで振ってください。見ました。どうした？うん。でもちょっとまだ右に飛んでるでしょ。飛んでる。ちょっともう一発やってもらっていいですか。打った時にこうなっちゃった、うん。そう、それがなんでかというと下に振ってない証拠なの。だからもう、見えちゃうんですね、そう、そう、ちょっと構えてもらっていい、はい。ウッドでもちょっと下がってもらっていい、こうやっていいですか。ウッドでもこう頑張ってこうやって芝を叩いてください。叩いたことないですね。もうダフティがドーンと叩いて、ね、これ叩こうと思って滑るぐらいでしょ。はい、もう一回しっかり芝をドーンと叩いて、ほら滑れ叩けないでしょ、はい、この時にこうなってる。そうだ、そんだけ普段ベクトルが上なんです。
はい、だからそれはもともと横回転だから、まず今のバックスイングだったら下芝掘れるから、はい、掘って、そうそう、そのぐらいの気持ちで打ってみて、はい、そのぐらいダフっていいから、お尻上げてね、ちょっと遠すぎる、お尻もっと上げて、まだ全然上がってない、そう、それで普通、それで普通、それで顔上げて、自分のイメージは青木功さんです、はい、はい、でドーンと芝削ってダフっていいからね、ほら、ナイス、あどう、はい、当たりました、はい、だからもうあれだね、正直やっぱり杉原照夫さんじゃ足りない、もう青木さんに行かないとダメ、青木さんぐらい、はい、イメージはね、あのぐらい下に叩きに行って実際ダフれないじゃないですか、怖いけど ね、でもあのぐらい普通球上がるから、だからもう多分こんな感覚でえいってここを打ってるぐらいでちょうどいいぐらい、激しいです、激しく変えなきゃ変わんないです、あのね、まずね、ちょっと今回僕がボールある、はい、あります、まずショートアイアンなのにそもそもこうターフも取れてないでしょ、ちょっとアドレスしてみて、なんかちょっと今こういうところに入って、うん、こういうところってどう、全然考えない、考えない、それから気になること自体が本当はおかしい、ちょっとボールが沈んでるなってことが気になること自体が普段ベクトルが下に出てない証拠で構えてみて、で、キノちゃんも正直言うと骨盤前傾が相当浅い、うん、もう一回アドレスして、ちょっともう一回ボールに構えて、もうちょっと左向いて、はい、はい、で少し膝曲げて、これだとすごい前傾してる感じするでしょ、すごいします、全然普通、それで思い切るところ、そう、今ぐらいで来ないとこうやって芝削れないから、初めて削る、はい、ちょっとまあ深く入ったけど、でもそのぐらいでノーマルだよ、向井さんありました、ボール、え、マジですか、ちょっとハーフトップでしたね、そうですね、こんな感じですね、うん、まずちょっと修正してほしいのは、はい、35ヤードの構えではない、でかすぎます、ね、ちょっと構えが大きいのと、スタンスもっと狭くして、もうちょっとクラブ短く持って、はい、で52度使ってるとやっぱり当然落ちたら少し転がるので、そう、それでボールポジションちょっと右に置いて、この状態であとはそのままこうやって振ってあげた方がもっと低めに出てこうグリーン転がせられるので、そうそうそう、もう本当にこう、そう、グリーン周りのアプローチの手でちょっとインパクトしっかりした方がこういうところがいいと思いますね、バックスイングはやっぱり構えが大きいとね大きくなっちゃうんで、完全にインパクト緩んだんですよ、だからゴルフっていうのはこうしっかり打って飛ばない技術を覚える方がいいと思います、はい、うん、加減するのは難しいです、さあ、キノちゃんどうぞ、これは相当早いと思うよ、途中から、はい、うん、もう傾斜の土地に切ってるもん、そんなやつのだよねだよね、やっぱ今のはもっと膨らませてこうタッチ合わせた方が良かったね、うん、まあナイスタッチだね、やっぱりああいうなんかこう距離感っていうのは完璧ですよね、
うん、やっぱゴルフやってるからだろうね。うまいねー、ナイスパー。パター入りまくりだね。パター入りまくり。緊張しました。緊張した方がいいんじゃない。ナイス。ああいうコースに曲がるラインの距離感を合わせるのが、下手くそです。なるほどね。だからもうやっぱりこうあんだけこう大きく曲がって最後グーッと下り傾斜ってことはやっぱりそのブレークポイントっていうこうとこに対してしっかりこうそこでこう止められるような距離感を考えないと、カップまでのイメージを持っちゃうとやっぱちょっと強く出ちゃうよね。はい、やっぱりこう10メーターあっても3メーターしか打たないとか、カップまでのイメージを持っちゃうとやっぱり大体こうちょっと入れたくなっちゃうもんね。最近そのアイアンとかで、ああいう風に右にもうスライス、ていうかもうあれはスライスっていうか、もうある種もうね土先っぽいに当たってるのね。だからこう結局クラブってこう重力に従って降りてくるでしょ。でも結局こう向こうに打ち行こうとしてるからね、ほんとヘッドが落っこって先端に当たってることに気づいてないの。だからそのままこうやってこうクラブが上から降りてくればいいのに、やっぱりこう体起きてるからこう届かないのボールに。そうだからそう、ショートアイアンなら特にこう上から来れば当たるわけじゃん。でも今のなんかつま先下がりにもかかわらず前傾が浅いから届いてないのボールに。1番ホールの時のつま先下がりもそう届いてないのボールに。だからシャンクじゃなくてむしろ土先っぽなの。そうでこう構えがこう起きると手が下にあると窮屈だから手を離したくなるじゃん。そうするとこうボールが遠くなりすぎて届かなくなる。で腕ってこう下に重力に従って降りてくるときに遠い設定だから先っぽに当たるの。だから手がこうダランと垂れたところにボールがないとダメ。